今日は県内で新たに58人の感染が明らかになりました川勝知事は緊急メッセージを発表クラスターの発生など感染が特に拡大している静岡市と浜松市については特別警戒レベルにあるとして感染防止対策を呼びかけました。静岡市市浜松市などでクラスターが頻発しており感染拡大に 歯止めがかかってておおらず大変憂慮しております感染拡大を抑止して、本県の医療提供体制を守れるかどうか、今が大変重要な局面にあります川勝知事は午後1時過ぎから緊急の記者会見を開き、きょうから来月20日までのおよそ3週間を、集中対策期間として最大限の感染防止対策を呼びかけました。 年末年始の忘年会などを念頭において、対策が徹底できていないカラオケや接待を伴う飲食店への訪問を控えるよう呼びかけ、特に静岡市内のカラオケを伴う飲食店の訪問の自粛を呼びかけました。一方、飲食店へののの営業時間の短縮ななどはは要請しない予定でです地域別の感染者数では 静岡市と浜松市とが圧倒的な多数となっております特に静岡市の最近のクラスターの頻発には大変な危機感を持っております県独自の6段階の警戒レベルは静岡市と浜松市を特別警戒である警戒レベル5相当とし県内全体は警戒レベル4に据え置きました またゴートゥーイートについては県は食事券の販売を来月1日から一時停止することを明らかにしましたすでに発行済みの食事券や獲得されたポイントは引き続き使うことができるということです利用期限にはまだ十分な余裕がございますからどうか今すぐ急いで利用するというようにしないでですね感染拡大リスクが 小さい同居の方々との少人数でご利用するなど工夫をしながら食事券をご利用いただければと存じます今日も新型コロナの感染は拡大しています静岡市は新たに22人が感染、2人が死亡したと発表しました新たな感染者のうちの1人は静岡最生会総合病院のクラスター関連で病院関連の感染者は合わせて41人となりました また、静岡市内で新たに1つのクラスターが発生したということです。浜松市では新たに6人の感染が確認されたほか、高齢の男性1人が死亡したことが確認されています。このほか、伊東市では8人、三島市や富士宮市では4人など各地で感染は確認されていて、感染の広がりに歯止めがかからない状況になっています。